第2章立令国家の形成 3, 平城の時代3今回は藤原氏の話ですで藤原氏のスタートどこって言ったら中富の鎌足りからいかなあかんわけよね中富の鎌足りが政界で活躍したからその子供の藤原の人がまた政界で活躍してその子供たちがどん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 力をつけていくっていうそんなイメージですじゃあなんで中富の鎌足りが政界で活躍したのか それはこの天智天皇との関係性ですよね。天智天皇の頃に、というか、その前ね、中野大江の巫女の頃から、中富の亀谷との関係性というのは続いていると。それは一子の変やったり、大化の改新のところ。そこから、えー、天智天皇との関係性は続き、天智朝で大見霊を作るみたいに政治の中心にいる。律令国家って言って、律と霊、法律を作っていくのはこの頃ですよね。この後、天武天皇で飛鳥清美原領。 それを持統天皇のところで施行してで次の天皇文武天皇のところでは大法律令を作るで門武天皇のところで作る大法律令ではこれお坂部親王と藤原の不仁がその大法律令の返済に関わってるとこの辺りから中富の鎌足りの子である不仁が出てくる中富の鎌足りのこう死に際に 天天智天皇が藤原のカバネを与えたわけねあと大食感っていって最高位の位も与えたそこから藤原氏の力っていうのがずっと強く続いていきます文武天皇の次次元明天皇のところから今回見ていきますね実力者は藤原の不使徒ですこの頃何があったか言ったら和道開智に鋳造したり平城京に遷都したり そんなことがあるのがこの元明天皇の頃です次の天皇は誰ですかっていうと元正天皇です元正天皇の頃にも藤原富人が実力者としてやはり力を握ってます718年に養老律令を作ってますで大宝律令から全然変わりませんやんって言われてまああの心で富人が自分が作ったんだっていうところの公明心で、えー、まあ残したんではないかとされますけれども それがあるのが718年元天皇の頃。しかしながらフヒとは720年に死んでしまうねだから次の実力者が出てくるそれは長屋王って言って天武天皇の孫にあたる人物でね後続の長屋王が出てくるすると藤原氏としてはピンチよね藤原家がどんどん力を握っていきたいのに長屋王が出てきたぞってそうなってるわけよ じゃあ何をしますかっていうと、ここで天皇が変わります。次の天皇は聖武天皇です。聖武天皇っていうのはこれ、文武天皇の子供で、天皇になることは決まってたよ。文武天皇の子供で次はあなたねって、聖武天皇ねって言われてた。しかしながら聖武天皇がまだまだ幼くて、7歳やった。だから、一旦文武天皇からすぐに聖武天皇は無理やでって、まだ子供やから。だから、 文武天皇のお母ちゃんである元明天皇私が行くわね」って言ってピンチヒッターで行く元明天皇が行った後、じゃあ次聖武ですかいやいやまだ若いから「門武天皇のお姉ちゃんである源正天皇私が行きますね」って行くえそして「じゃあやっと聖武天皇あなたね」って言って渡されるとそうやってこうお膳立てされてバトンを渡されたのが聖武天皇ですこの頃に力を持ってたのが長屋王 しかしながら藤原家も力を握りたいと思ってるどうすればいいか聖武天皇の奥さんに藤原家の女性を嫁がせるそして生まれてきた子供を天皇にするこれが一番手っ取り早いってそれを企んでたわけですね。しかしながら聖武天皇と聖武天皇の奥さんになってた光明氏の間に生まれた子供は早くに死んでしまったよね。 不人も死んでしまって、長ようが力を握ってる。そして頼みの綱だった子供も死んじゃった。どうしようって。考えられることは、じゃあ次は、孔明氏を皇后にしてしまうのがいいんじゃないって。孔明氏を皇后にしてしまえば、皇后が天皇になるっていうパターンもあるよねって。だって天武天皇の皇后、奥さんであった持統天皇は、天皇になってるじゃんって。 ほんなら、孔明氏を皇后にできたら、孔明氏が天皇になるっていうパターンもあるよねって。じゃあ、その線でいこうよ。孔明氏を皇后に押し上げよう。それを、藤原の不人の子供たち、孔明氏のまあ兄弟ですよね。不人の四子と呼ばれる、四人の子供たちがそれを企む。四家って言われて、 南家、北家、四季家、京家って言って、四つの家で、四人出てきます。一人が南家のムチマロ。で、次が北家の佐々木、で、四季家の馬飼い。京家のマロ。彼らが公明氏の立具、皇后にしてしまおうって、第一の夫人にしようってえ、そういうふうに企みました。しかしながら、いやいや待ってくれと。 孔明氏が藤原家が皇后になって天皇になるってそんなんやっていいんですかって天皇になるのは万世一家の家系で血筋があるでしょって皇族じゃないとダメでしょってだからそれはまあ反対の声もありますよね反対してるのは誰ですか権力を握ってる長屋王ですよじゃあ藤原氏からしたら長屋王が邪魔で仕方がないよね力を握ってる長屋王孔明氏を皇后に押し上げようとしたら そんなんやめてとかって言ってくる長屋王邪魔だから長屋王を追い込んでいく消したいと思ってる圧迫していくわけですね729年長屋王の変圧迫によって長屋王は、えー、自害してしまいます729年のことですそうして藤原氏この四氏と光明氏が力を握って次の実力者になるはずだった はずだったっていうのは四子たちが病気で死んでしまったからそれは天然痘がこの時流行していて彼らが権力を握ろうとしたんだけれども死んじゃったっていうことですじゃあ次の実力者は誰ですかっていうと立花の諸江っていうのが出てくる立花の諸江っていうのは母があがたい犬飼の道をって言ってこれは孔明氏とまたこれ母が同じの兄弟になります 父が違って母が一緒の兄弟。あがた犬飼の道夫と藤原の比等の間に生まれているのが光明氏。であがた犬飼の道夫と犬尾の間に生まれているのが橘の諸江。だから母が一緒の兄弟である橘の諸江がここでじる実力者になる。で彼は遣隋使で当、まあ、に留学に行ってたお坊さんである玄坊と留学生の霧の真霧を。 使いいながら政治を行っていく、まあ、それは高徳天皇の頃に大化の会社の頃はね高徳天皇の頃に民と高向の黒丸が政治顧問として国博士として登用されたのと同じように立場の諸江は玄房機備のまきびを顧問に据えて国家運営をしていこうって党の知識を学びながらやっていこうってそういうふうにしたわけね。 しかしながら各地で飢饉とか疫病が続いて社会の動揺がこう広がっていくのね。で立花諸江が大納言から右大臣になってることとか玄房や吉備の巻が投与されてることに対して、まあ、その排除を要求するような形で藤原広次が乱を起こす740年のことです。太宰の小二っていうポジションをやった藤原広次が乱を起こす。 まあこんな形で政治情勢は良くないし社会不安は広がっているっていうころ。で聖武天皇の立場に立って考えてみたらさこれお父ちゃんからピンチヒッターの言名現象をつないでもらってやっと渡されたバトンなのにいいこと何も起こってないよねって。長屋王が自害に追い込まれてで転倒が流行ってて四子が相次いで死んでいって で、親戚にあたる藤原の弘次が反乱を起こしてるって。俺の政治そんな悪いかって。どうやってこの社会を治めたらいいんだって。まあ、不安になってくるわけね。だから心情の不安定もピークになってくるのはこの740年の頃ですよ。だから聖武天皇はコロ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 と都を移していく。この時都はどこにありましたか平城京にあった。しかしながら国京に移してみたりするわけ。そしてこのあとは、 の宮近江の信楽宮に移してみたりするわけそうやってコロ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 都を変えながら不安定な状況の中彼は政純運営をやっていこうとするでどうやってこの社会を治めていこうかって考えた時にもう仏教の力を借りるしかないんじゃないんって仏教の力で国家の安定を図っていこうってだから国分寺建立の尊を出して ここれが年のことですよ。全国に国分寺国分二条を建ててで大仏上流の巫女のりって言って大仏を作ろうねって743年のことですね、えー、やってで仏教の力で国家を守ってもらおうってそうやって国家運営をやっていこうってそれが聖武天皇の政治ですだから仏教を国の中心に据えてこれによって国を治めていくよってやるのが聖武天皇です。 続いての天皇は後見天皇です。後見天皇は聖武天皇の子供です。しかしながらこれは女性の天皇です。この頃の権力者実力者は藤原の仲丸。藤原の仲丸は南家です。南家なのでムチマロの子供。なんで中丸が出てきたかっていうと後見天皇のお母さんが光明皇太后だからね。 で、公明皇太后が力を握ってるからその皇明皇太后を後ろ盾として中丸が登用されるわけしかしながら力を持ってたのは橘の諸江なわけよねすると橘の諸江勢力が「いやいや中丸なんでそんな力持ってんの?」って中丸がこの時「渋の中代」って言って太政官に次ぐポストの長官に任命されるよねでその時 力を持ってた左大臣の立花の脆いを圧倒するようになるよね。すると立花の勢力からしたら面白くないわけよ。彼の子供の立花の奈良丸名前がややこしいですけれども立花の奈良丸が藤原の中丸を追い出そうとクーデターを企む。しかしながらそれは計画段階で潰されて中丸がより一層力を握ることになった。 これを橘の奈良丸の変という。そして次の天皇はっていうと、次の天皇は藤原の仲丸が純任天皇がいいんじゃないって言って、純任天皇が天皇位につきます。藤原の仲丸はそのまま権力を握ってる。しかしながらこの頃に孔明皇太后が死んでしまうんですね。で、孔明皇太后が死んでしまうと、 後ろて出あった公明皇太后が死んでしまうと藤原の仲間も力を失っていく一方力をつけてくるのが同教ですお坊さん彼が台頭してきますなんで同教が台頭してきますかそれは前の天皇であった後見天皇に気に入られてたからすると仲間は焦り出すやんか対立つ軸としてはこんな感じね後見天皇と 道教ここは仲良くしてるとで道教の力が強くなってきてる。でこれに対して焦ってるのがえ時の天皇と仲良くしてるこの純任天皇にさ藤原の麻呂は恵美義勝っていう名前をもらってるしでこの純任天皇を擁立したのは藤原の麻呂やし、うん、こういう対立軸ですよ。仲麻呂は道教の台頭に焦って道教を倒そうって排除しようって。 エミヨシカの乱を起こすしかしながらこれは貢献天皇側に抑えられて結局中丸は廃止することになる順仁天皇は淡路へ流されることになった次の天皇は誰かっていうと順仁天皇は流されているので 聖徳天皇。後見天皇がもう一回天皇に。名前を変えて天皇になるっていうのが聖徳天皇です。もちろん実力者は誰ですかっていうと道教が実力者になる。藤原氏は追い出されてますよね。お坊さんの道教がやってきます。そして彼は法王って言って、天皇としての動きも見せるようになる。で、さらに天皇になりますかみたいなところまで行くわけよ。 聖徳天皇は道教を可愛がっていてえ、次の天皇は道教かって。そんなところまで行ったよね。で、宇佐八幡宮っていうところから、次の天皇は道教にする方がいいよって。道教が天皇になると天下は太平になるって。そんなお告げが来るわよね。ほんまかいなってなるわけよ。ほんまに宇佐八幡宮はそんな信託を出したのかって。確認すべきだって。だって、 同居が天皇になるっっってててあいいって皇族が天皇になるんでしょって皇族ではないお坊さんが天皇位についていいんですかってちょっと確認しようやってじゃあ確認行ってきますって言って認じられるのが和の清丸を、ね、頼むでって宇佐八幡宮に行って帰ってきてあなたが言わなければいけないのはあの信託は本当でしたって道教が天皇になるべきですってそう言わなあかんねんでって。 そして帰ってきたら私は天皇になる。そうすると、和気の清丸、あなたにはそれなりの役職を与えるからね。そう言って、和気の清丸は送り出されるわけですよ。宇佐八幡宮っていうのは大分県当時の武前の国ですよね。そこまではるばる行くわけですよ。で、帰ってきて和気の清丸は何て言ったかっていうと、あれは自宅、つまり嘘だったっていうことを改めて言うわけ。もちろん道教からしたら気に入らんから和気の清丸は流されてしまいます。 清茂から北名茂とかに改名させられて流罪にさせられるねまあでも彼のやったことっていうのはその皇族を守るっていうことをやったんじゃないかっていうところで、えー、後に評価されてますね次の天皇は誰ですかと次の天皇は公認天皇です聖徳天皇が間もなくして亡くなると道教は聖徳天皇ありきの道教だったから道教は力を失うそれはこの藤原の仲間茂がさ 皇太后の後ろ盾があったからこそ力を持ってたのと一緒で道教も聖徳天皇の力あって力を持ってたわけだから聖徳天皇が亡くなると道教も力を失って左遷されてしまいます下野の国の役指示に左遷されるのが道教です次の天皇はっていうと公認天皇です実力者は藤原の桃川藤原の桃川っていうのは四鬼家の人物です 式家馬会の子供、えー、広次は兄弟にあたりますね。藤原の広次え。彼が力を握っていきます。で、公認天皇はどんな天皇かっていうと、これ天智天皇の孫にあたるね。ここが転換点のわけですよ。今までっていうのはずっと天武天皇系の天皇がついてきたわけ。天武天皇の奥さんである地頭が来て、天武の孫である文武が来て、 現名現正正武貢献って言ってずっとこう天武関係の天皇が来てたわけしかしながらここで一転して天武の兄弟お兄ちゃんである天智系の天皇天智の孫の公任が来てその後は公任の子供の官務が来てその後はっていうと官務の子供の平成が来て佐賀が来て純奈が来てって言って天智系の天皇がこの後続いていくわけだからここが転換点で天武系の天皇がやってきたことを一新するっていうのがここからです 公認、官務、平贅、佐賀って言って、今までの都があった平城京から仙として平安京に移って、今までやってきたことを一新していく。具体的に言うならば、仏教、政治、これがいけてないでしょって。仏教を国を中心に据えたがゆえに、その弊害がたくさん見え始めてるやんって。まあ、その最たる例が道教の進出ですよね。 天皇にななろろうかみたいなところまで行くっってててそれいけてないやんってで道教の政治は何をやったかっていうと「過根禁止令」とかって言って寺院の優遇策をやるんでしょって国家として仏教を優遇してたからその保護が行き過ぎて弊害が生まれてるってそれが良くないさらに律令政治ここにもほころびが見え始めてるよねってこれ再建していくからこれをやっていくのが公認天皇です。 そしてその次の関武天皇ですその次の平成天皇嵯峨天皇ですって。えこういう風に続いていきますはいえー、今回は以上です藤原氏がどんな風に力を握っていったのかっていうのを見ました最後にちょっとだけ確認しておきますねえー、藤原氏っていうのは藤原の不死とここで出てきて次は長屋を後続にその座を明け渡して次に出てくるのはまた藤原氏 え次は皇族橘の諸江え次はまた藤原氏え次はお坊さん同居次は藤原氏って言って藤原氏の力が盤石かっていうとまだまだそこには行き着いてないと。力はめちゃくちゃあるんだけど藤原氏が来てそうじゃない勢力が次は来てえ次また藤原氏が来てって言ってどん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 続いてるっていうのがこの後のあ今の状況。 で、この後はっていうともうずーっと藤原氏が力を握り続けるから。でピークになるのが藤原の道長とかってあの頃はね。はい、えー、以上です。お疲れ様でした。